この番組は有料配信であることを隠れ蓑のにした公共性は低く聞く人を選ぶけどその人たちの生活に欠かせないトーク番組です。 です。おきがゆりょうたろうです。あれだ、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 あれだ。しゅう、あ、ちょ、いち、間違えた。つかの間しかしです。久しぶりにやったから。ね、ね、間違えてもわかんないから。いやいや、さすがにわかるでしょう。さすがにわかる。菅沼んが思ってるより、そのポーズ浸透してないよ。いやいや、もう一回ちょっとやって、何が違うの?。俺だ、本当は、俺だ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 。あれ、どうやってやるけ久しぶりすぎて忘れちゃった。あれは、ええ?。 <laughs> えそれって何かで有名になったのあのー、そうですかあのそういう界隈でとある事情があってあの界界隈であれとあ思い出しました、はい、いきますよだだだあれこれ由々しき問題だあのスピンオフでやんなきゃいけないからね さあということでね神谷さんもねあの二回目のワクチン接種のために大事をとって今日はお休みということでね。はい。あそうなんですね。8月こ日ぶりの登場らしいですね。ね竹本くんが来た時もね来てくれたんですけど。いや竹本さんのねちょっと僕早めに入ってるからちょっと見てたんですよ。先あの前もねで今回も。 面白い話持ってきてきるじゃないですかいやみんなだってゲストだからそれはそ,それそのもの持ってくるよね,ね<え>だってここトークバトルの場だからねね殺すってやってんじゃないですかそうやっもうやった後のこれじゃないですか <laughs> ここトークバトルの場だからね,ねいや死にますよ俺今日このトークバトルに <laughs> 参っちゃったね 自分からですよだって入ってきてそうそうさ小野坂さんが「今日なんか面白い話はあるのかな?」って <laughs> いや思うそらゲストやからさいや俺たちよく考えてみて2週に1回集まって全く同じ3人がもう10年も20年もそうですよ。 ネタがなかったらそこで終わるわけだからでもオープニングのネタだけっていうかもう普通のトークだけで60分いくわけだからね3人だとということはそれだけのものを持ってくるわけだからさ2週に1回ね俺はずっと聞いてんだけどね大体ねまあ小野坂さんが持ってくるわけですからねネタを持ってくるわけだからさ僕なだから簡単なもんですよね年に数回持ってくればいいだけですよそうですようん。それがねない それがないのが悩みでスピンオフでどうしようかなって伊福部さんに相談して<え> <laughs> 健康になっちゃったからもうネタがなくなっちゃったからただ、まほら大失敗だったでしょトラウマになってるの忘れましたからあ,あれはあれとだから失敗おもちゃ持ってくるからやんな、はい 俺たちも興味のある話やったらこの間も「メタルビルド」っていうねシリーズがあるんですけどメタルビルドおじいちゃんメタルビルドおきいさんは知ってると思いますけどねガンダムだけガンダムで新しくマシン・エイデン・ワタル出たんですよあっワタルもそのシーズンワタルも出たんです渡ワタルはいらんねんもう誰も知らんアニメ知ってるでしょうがメタルビルドってどこまでが金属なの半ぐらいですねねあれ 側ウプラスチック。多分そのものによって金属の部分とプラの部分か違うと思いますよ。骨格にあたら内,内部が全部メタルなの？なのかもしれないです。多少重いんで<あ>そのバラバラにしてないんでね僕もね。そうかそうかそうか。<っ>バラバラにしてあるから持ってこいよ。<laughs> じゃあ次持ってきますよ。<laughs> やってくださいその代わり。バラバラにしますよ。僕泣きますけど。<laughs> あれ二万円ぐらいしますから。三秒ぐらいでバラバラにします。<laughs> 踏むんでしょそれ。<laughs> だもう僕はトラウマになったんでもう、うん、あの物は持ってこないでとりあえず、うん、そうなの喋り一本でね来るのじゃあだから今日はどんなおしゃべりを持ってきてくれたのネタをうもう今やった方がいい <laughs> <laughs> 真ん中ぐらいじゃなくていいの,ある,あ,るのあるんですねいやだから僕はね、うん、あの本、ー、当コロナ禍でほらなかなか外出れないでしょだからいろいろとこうあのー サブスクの見てんですよあの昔懐かしいアニメとかドラマ、ね、通販とかでものを買ってじゃなくて<で>あのお話をの、ね、持ってきたってことね何かを見て配信のを見てえー、興味あるやつ俺たちすごいあるんじゃないも <laughs> もともとは いやでもどうしよっかな <laughs> やめようからもう <laughs> <laughs> もうだって入り口心配してるでしょ自信ないんだないやコトルホッタン8月の真ん中ぐらいに、はい、僕あのー、濃厚接触者の疑いありになっちゃったんですよそうなんだ あのツイッターでも書いたんですけどでも結果、その方が陰性だったんですよ、土日挟んで連絡が遅くなったみたいで,であんだけ増えていたでしょ、あの陽性者が遅くなったみたいで,でその方があの結局陰性でしたよってなってでも、その間4日間ぐらいで僕もあの自主的に PCR 検査して陰性だったんでその後すぐ仕事復帰したんですけどその間、本当何もすることねえなと思って45日だって外も出られないから本当にね。今 普通もそうじゃないですか仕事行く以外表出るあまあそうですけどでも飯食いに行ったり買いに行ったりとか仕事以外なんかちょっと出るでしょ出ない出ない洋服買いに行くとか洋服な買わないもんおしいネットでしか買わないネットですかそれ全部ネットネットかそういう人もいるけど本当に缶詰になったんですよで もう本当に何もすることないから暇だなと思って、うん、あのタッチを見始めたんですね。タッチタッチその話今からしても大丈夫だいぶいくの？多分ねあと二三分で終わると思う <laughs>。いやタッチ見ましタッチ知ってます？タッチ知ってるんですよ。阿達さんのタッチ、はい、漫画も読みました。まあ漫画もそうですよね、はい、世代ですよね世代、うん、ですよねで僕はアニメから入った口なのであの 夏休みに毎年「う頑張れ甲子園」みたいなタイトルつけちゃって番勝手にねそれで見てたんですよ小中高ぐらいやってたねやってたじゃないですか夏休みにで夏休み入って8月30日31日ぐらいまで再放送やっててあれ必ずかっちゃん亡くなっちゃってでそのあと新田とか西村が出てくるぐらいで。 終わるんです。夏休みが終わっちゃうから、長いからねあれね。そうそう。で続き見たいなと思って、その次の年の夏来るじゃないですか。はいはいはい。また勝っちゃいき返っちゃってるんですよ。一からやるから。だからその先どうしても見たくて。でその先って割と長くあんの？あります。あれ全部で百。みゆきに繋がっていくの？え？何繋がる？みゆきだから。あのだから百。 アニメは全部ででで確か100何話ぐらいまであるんですよ 2>, ああ2年やってんねや2年やってんですよ<ー>だからどうしてもその先が僕曖昧になってるからうん、うん、そっから先死んであのそう死んでどうなったかっていうなえな生きてるみてえだろう」みたいなキュな顔してるだろう生きてるみてえだろうって<笑><笑>なんでこんなちょっと江戸っ子なの <laughs> あの後であとで無音になってみゆきが泣いてみゆきじゃないなみなみで顔は一緒だけど。<laughs> みなり南泣いてみたいなとかあるじゃないですかそうですそうです名シーンねあれが大体25話ぐらいですよあれが 25? そうなんです意外とゆっくりいやっからまだ4分の3もあんのそうあれ結構ゆっくりなんだからみんなのイメージってかっちゃん死ぬのてワンクールぐらいなう終わり終わりいやあれダンプに引かれてバイクダンプに引かれてそう そういうとこ知ってんだね子供助けてねリーマンと重なるんですよ新幹線新幹線のねあれは子犬ですけどね私の光をねそうそうそうだからだから人だからもうまいいよだから25話までが僕にとってあこれが言い方悪いけどチュートリアルだったんだなと思ってえそっからもっとすごいのそっからが本編ですよだって「タッチ」ってそういう意味でしょえどういう意味 タッチャンだから。タッチもありますけど。あ,うん、あ、バトンタッチ、うん。弟からお兄ちゃんに女をタッチするってこと？そう。そうじゃない？タッチだからカズヤができなかった甲子園に行くことと、うんうん、南を幸せにすることをタッチするってことでしょ？カズヤから達也に。ザタッチ。それはちょっとちょっとちょっとでしょ。<laughs> そそうなんいやタ子どもの時は全然知らなかったですけど「タッチタッチここにタッチあなたからタッチ」そうですよほらもうかっちゃんはいないものやねんなすかっちゃんがいないことから始まるので長いある意味中途かっちゃんファンの人には申し訳ないけどアニメは最後どうなのアニメの最後は僕まだそこまで到達してないんですよいやでもすごいっすよ 8月のその濃厚接触の疑いありっていうのが8月の真ん中ぐらいで今だって1か月ちょっとじゃないですかもう僕今第3部まで行きました遅いね全4部で遅いなんで1日でずっと見えへんの24時間死ぬでしょ24じゃないんだから僕24は本当に24しましたよその勢いで見始めたのかと思ってね俺もそうやって見ちゃうからいや今五十何話ぐらいまで半分以上見て 10月4日更新分のシャは本日も神谷くんがお休みでこの人が来てくれましたシ、うん、ュー俺らおやり方忘れました菅沼です菅沼くんは面白い話持ってきたのということで菅沼くんがあの名作漫画について話してくれました20分話しましたが笑いどころはありません、ね、9月30日は菅沼くんのお誕生日ということで、うん、番組がプレゼントを用意しましたよ 僕にもこんなプレゼントがあるんだ <laughs> こんなに嬉しいことはないる<ら>ふるさとのど自慢のコーナーでは小野坂さんがくるみっこの歌を作ってくれます今日は、えー、説明を読む人だけの人しかいないので <laughs> なかなかいい歌は難しいですあとね結果的に僕が、ね、滑っちゃったんで小野坂さんがね負けるよも<う> <laughs> 負けることは分かってるからか、ね、大丈夫ですはい